長谷川結衣の奇跡の一枚、ネット上で超話題となる。この一瞬のタイミング逃さないカメラマンえぐいな。カメラマンこの一瞬を捉えたんか？マジでよくやった。いい雰囲気のチームだな。長谷川さんの可愛さもやばい。これを素直に可愛いと思える俺でよかった。背伸びしてるのさらに可愛い。最後のハグのシーン、背伸びしているところでオーバーキルされました。シンプルにマンチェスターしてのユニがめっちゃ似合ってる。このポーズ流行ってほしいくらいに可愛い。内股って日本人くらいしかいないらしいからこのポーズは唯一無二。静止画のしか見てなかったけど、動画だとびっくりするくらい一瞬の場面だったんだ。これケリーさんとの2ショットってのがいい。なぜかスポーツ選手に可愛いということに抵抗がある時代だが、これはどう見ても可愛い。可愛い。これでサッカー上手いとか強すぎる。これを撮影したカメラマンになんか賞をあげてほしい。